バークス峠は、ニュージーランド、カンタベリー地方南部のマッケンジー地方の入り口となる、ステートハイウェイ8の峠及び小さな町である。名称は、ダブリン大学の卒業生、マイケル・ジョン・バークにちなんで名付けられた。バークは1855年に、工事が、マッケンジー地方へと続くことを発見した。これは悪名高い、羊泥棒のジェームズ・マッケンジーが、 おたこ最近地に羊を連れて行くために使った、マッケンジー峠に変わるルートだった。バークは、彼にちなんで命名されたその峠を越えた、最初のヨーロッパ人ではないとも考えられている。地理的特徴が言及される1855年以前、ジーダンネージがその付近でキャンプしている。1857から1858年、ニグルマドが、 バークス峠を切り開いて通された。入植者や牛の一体は、すぐに、この長い横断道が、通り抜けられる二つの経路において、より容易であることを見出し、広大な土地が、平原のニュージーランドクイナや、渓流と湖のうなぎの豊かな供給でマオリによって、知られていた、マッケンジ地方に入る旅行者にとって、主要な幹線道となった。 そして時間を費やす困難な旅においては、疲れた旅行者のための休憩場所の必要性がすぐ、明白になっていた。1859年、長い横断道の先の西側2.6、平方キロメートルの場所が、石炭、木材、食物供給のための中央倉庫を設置するために、当てられた。そこは、送電クリークに近いスターカーズマウンドと、 バージェス山の三脚の間の荒涼とした吹きさらしの地域であった。ジョン・バージェスは公的なチョーク地域を無視し、今日、1869年に建てられたホテルの後がある後方の谷のキャベツツツリークリークに、1861年、最初のホテルを建設した。最初キャベツツツリークリークとして、次に、クラリー、最終的にバークスパスとして知られている街は、 ホテルの周りに作られた。半世紀以上の間に多彩な一行が街を通り抜け、バークスパスはマッケンジー地方の草分けとして社会的事業を呼び、スポーツの中心地となった。前世紀は人口が143人、3教師の学校があった1890から1910年であった。しかし、マッケンジーの中心地として、 バークスパスの未来につながるはずであった、約束の鉄道が到達することはなかった。それは1884年にフェアリーで泊まり、事業の中心地としてのバークスパスを追いやった。最終的な打撃は、1891年、クック山道路委員会が4から3秒で、フェアリーに移転すると決定したことであった。ありがとうございます。